猫の名前結局命名はできなくて少し寂しい。どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、まあグランブルーファンタジーが、まあもう今1月31日だよね。だから、まああの月末だよっていうことになって、2月の、スケジュールの方が新しく公開されておりました。ので、今回はそちらの方を見ていきたいなっていうふうに思います。まああの2月といえば2月14日、節分ですね。3日も節分だし、14日に古戦場プラスバレンタインがあるし、まあそこからどうなるんだろうっていうような感じなんですけれども、2月のスケジュールの方はこんな感じになってます。ポン。はい。2月の1日、まあ、あの、1月31日から2月の8まで、ミーテノツラスズルディ、まあ、今回のイベントですね。今回のイベントと、で、9日から13まで、ブレイブグラウンド。うん、で、14から21まで、星の古戦場、プラス、ハッピーバレンタインがあって、で、22日から27日まで、どうして空は青いのか、パート2が、復刻開催されます。で、28日から新規シナリオイベントっていうような感じになってるんだけど、まあ、あの、俺も正直ね、ちょっと思ってた。あれ？古戦場が2月14日とか言ってたよねって。で、8まで新イベントがあったら9、10、11、12、13までしかそのないのに、なんかこう新イベント挟める余地あんのかなっていう風に思ってたんだけど、ブレイブグラウンドのパート2ですね、2回目の方がどうやら開催されるみたいです。で、まあなんかブレイブグラウンドについてもね、その反省点みたいなのを洗い出しして、もうデータは揃った、クイーみたいな、イヌイみたいな感じになってた、あの木村のプロデューサーが、うん、言ってたんで、まあそこら辺はちょっとね、どのような手腕を見せてくれるのかちょっと気になるところですね。まあ僕前回のブレイブグラウンドは結構ね、まああまり良くないんじゃないのっていうような派閥だったけれども、まあそこら辺を修正してくれるのであれば、まあ願ったり叶ったりなので、まああの楽しみにさせてもらおうじゃないのっていうような感じですね。で、14日から決戦星の古戦場、それと同時にハッピーバレンタインだよと。で、星の古戦場は光有利古戦場になってますから、まああの光属性を鍛えていきましょうというような感じになってますね。ちなみに去年の古戦場、ハッピーバレンタイン古戦場はね、なんかバレンタインソードみたいな感じの武器がもらえた気がして、まあ、今までエレメント、普通の場合エレメントだったんだけど、まあ、その時だけ武器をもらえてたんだよね。まあ、今年どうなるかっていう話ですけどね。どうだろう。エレメント欲しいっちゃ欲しいですけどね。まあ、そうですね。なかなか、なんか武器になったら、いろいろ悶着ありそうな感じしますね。うん。まあみんな的にはエレメント欲しそうな気がするけど、でも新規だったら正直武器の方が欲しいんだよね。餌のスキル、餌武器とかの方が欲しいんですよ。そういう意味だったらバレンタインソードの可能性も、なんかグラブル運営最近さ、すごい初心者向けに話してるじゃないですか。初心者向けに武器プレゼント、輝くプレゼントみたいなことをしてたから、もう古戦場もちょっとそういう感じになるかもしれないですね。まあちょっとどうなるのかは楽しみにしておきましょう。で、22日が失楽園、どうして空は青いのかパート2で、4月にアニバーサリー、4月3日ぐらいだったよね。4月の初めぐらいに確かアニバーサリーイベントがあるから、そこら辺でね、失楽園どうして空は青いのかの、まあ最終章だったっけ、それはちょっと微妙なところだけど、なんか一区切りつくみたいな話は聞いてたと思う、聞いてた気がするんだけど、まあちょっと次のそのどうして空は青いのかの次が、結構控えてるから、そのうちにパート2をちょっとやっといて、その予習しておいてねっていうような感じになってんじゃないかなというふうに思います。で、28日シナリオイベントっていう、まあ普通通りだけど、でも個人的にはやっぱブレイブグラウンドは気になるところですね。まあどのように洗い出したのかと、ねえ2回目のブレイブグラウンドがどれほど良くなってるのかっていうのはマジでちょっと気になるところなので、まあ楽しみにしたいかな。うん、まあ、古戦場に関しても、3月の古戦場ないんだっけ？確か3月の古戦場がないみたいな感じで言われてたから、まあちょっとそこら辺もね、あって、2月の古戦場は僕はまあ、敵が強ければ頑張ろうかなっていうふうに思ってるんで、うん。まあ、古戦場に対してモチベーション上げ上げしつつ、イベントを進めていこうかなというふうに思っております。まあ、このイベントは土エレメント稼げるイベントで、なんか土売り古戦場全力出しますよ、みたいなツイッターがすごい多いんだけど、次の古戦場、光売り古戦場の次って土売り古戦場なのかな？ごめん、ちょっとそこら辺は尖閣なので、わかんないんだけど、まあ、今のうちにミーテノスラプソディやっといて土エレメントを稼いでおくと、まあ、さらに先、未来にね、プルスウルトラですね。いいかもしれません。っていうような話で、今回の2月のイベントスケジュールを見ていく動画でした。とりあえずミーテノツラプトリー頑張っていきましょう。僕もね、貢献度はもうある程度積み終わりまして、武器も3凸終わって、エレメントも3凸終わってるんで、ちょっと
使う動画を上げたいと思います。そんな感じです。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。